今日は12月1日クリスマスの季節ですね。トンチャームの演奏はやっぱり12月が多いです。あれをちょっとクリスマスの雰囲気よく合っているからでしょうね。それでただいまの曲はプログラム7のアンデルソン作曲ソリースベリーでした。で、去年の12月にチャームクワイアジュンはやはりたくさんの演奏依頼を受けていました。ところが11月半ばにチームのリーダーが交通事故に遭ってしまい、あわや全部キャンセルかということになって大ピンチを迎えました。当日私も薄めの美術展のセレモニーの日で、お詫びの日でしたので、電話がかかってきまして、慌てて病院に駆けつけて、全部キャンセルしてほしいという、いろんな予約というか、私も困ってしまいまして、それで前田さんに電話して、なんとか言ったけど、じゃあ私たちで何かやりましょうということで、急遽楽譜をまた塗り替えたりとか、なんかスタッフを調整したりして、予約の演奏会を全部評価してくれました。で、代表の代表さんもすごく安心しているというか、トンチャームのメンバーの心意気に、心を打たれたということを言ってました。それで、準備できましたか？はい、じゃあ次やります。はい、トルネン・アンジュル・ベルク作曲、クリスマスソング、どうぞ。少年期にボーカルを務めた5人組グループジャクソン5の歌でもよく知られているそうです。歌の内容はこんな感じです。夜中にこっそり起き出した少年が宿り木の下でママがサンタにキスしているのを見かけて面白がっている様子が描かれています。ジャクソン5のバージョンでは
パパが知ったら面白いことになるぞとママに見つけちゃおう。ユーモアたっぷりの内容です。翌日の朝、少年はパパに早速昨日のことを報告すると、パパは全く取り合ってくれなかったというオチがついています。次はラドン作曲、ママがサンタにキスした、お聴きください。先ほどゲストとして連動していただいた時間の方、すごく珍しい草刈りとかハープとかで演奏がありました。すごくファミリーアンサンブルって素敵だと思います。私も、いつも山の中なんですけど、私の父はバーウィンを弾いてまして、弾くたって、なんていうかな、ベートーベンとかそういうんじゃなしに、ちょっと簡単にポピュラーなものをやってたんですけど、父からアコーディオンというのを買ってもらって、それで私がアコーディオンを弾いてると、父は麹作りというのをやってまして、麹というのはすごく熱いから真冬でももうパンって一枚でこの仕事をしているというふうに、それで僕もそばに来て麹臭い匂いで私の曲に合わせて伴奏を弾いてくれました。それで時には楽譜を取り出してスッスッとこう書いて、これは自分が昔無声映画の横で演奏した時の曲だよとか言って、瀬戸の風景とか書き換えてこれ弾けとか言って、それで一緒に合奏したことを覚えてます。音楽教室なんか連れて行かれなくてよかったなと思ってます。私は音楽が好きです。で、熟年の方は最近はいろいろ音楽が好きですね。合奏とかいろいろことになさってます。シビックコンサートでもいろんな人がやってますし、すごいいいことだと思います。で、妻も本当はピアノが専門なんですけど、パブオルガンやったりとか、今はニコとかオカリナとかプサンタリアギターのいろいろやって、音楽が広がるというか、本当に音楽を楽しむということがなんかやっと分かってきたみたいです。それで、アンサンブルをすることによって仲間との交流を楽しんでいます。じゃあ、次は、スミス&バーガー作曲「ワンダーランド」をお聴きください。
ではまたここでメンバーの方にインタビューをしてみましょう。袖山さん、どなたですか？はい、準備ができたらちょっと考えてもらって。袖山さんはどんなきっかけでトンチアンを始められたんでしょうか？以前に私の友人が珍しい楽器ですごくいい音の楽器を練習しているっていうので、そこに連れてっていただいて、でこのトンチアンっていう楽器を初めて知ったんですけれど、その時の音に魅了されちゃってのめり込んでます。もう何年ぐらい弾いていらっしゃるんですか？私は5年ぐらいです。そうですか。でも一音は一音として出るんですけど、なかなかその音色っていうかうまい具合に出なかったり、やっぱり皆さんと合わせて一つの曲になるので、その合わせるのとかタイミングの取り方とかそういうのに苦しんでるところもありますけれど、合わせて皆さんとうまく合って自分でもあいい音色だなって思えた時はすごく気持ちもいいですし、楽しいです。まだ続けられそうですか？ちょっと下手で皆さんの足を引っ張ってるんですけれども、この音に見せられてるので、続けていきたいなと思います。そうですか、わかりました。では、ロジャース作曲、シャルビーダンス、シャルビーダンスですね。これはたくさんの演奏を聴いていただいて、そろそろお疲れのことでしょう。それリラックス体操を兼ねて、次は皆さんに手拍子で楽しんでいただきます。真ん中の方が今度手を叩いてくださいますので、一緒に手の拍手をよろしくお願いします。ではもう一回ロジャース作曲、Shall We Dance です。どうぞ。いよいよ最後の曲に差し掛かりました。
いかがでしたか、コンチャンの音色は楽しんでいただけたと思いますけど、ちょっともし楽しんでいただけたら幸いです。それでトンチャンを愛する人はまだ人口としては少ないと思います。でもその音色に惹かれて多くの方が日々練習を続けてられます。それでトンチャン協会というのも設立されて、毎年6月にトンチャンのジャンボリー大会というのが東京で開催されています。今年は16回目でチャンクワイアジュンも4回参加しました。で今年はバッハのポロネーズというのを挑戦しました。バッハの曲というのはまたすごいなんていうかな、シンプルな感じで、でも深みのある曲で、新しい試みとして来年のコンサートでもぜひやりたい、もう一回挑戦したいということを言っています。で、じゃあいよいよ最後の曲になります。これはチャイコフスキー作曲のトレパーク、どうぞ。本当にありがとうございます。
願いがあります。先ほどお渡ししました資料の中にアンケート用紙が入っております。よろしければそのアンケート用紙に何でもいいですから書いていただければ、後でそれを魚のお酒にも飲めるのかなと思ってますので、面白いこと書いていただければよろしいかと思います。それで表面が書けなかった裏面もありますので、もっと書きたい方は何枚でも用意してありますので、どんどん書いていただければ幸いでございます。で、もしも次回のコンサートの案内とか、また参加に、お送りでもよろしい方はどうぞお名前をお書きになって、氏名とね、名前を書いていただければ、また次回、差し上げます。よろしくお願いします。じゃあ、アンコールの月の光です。Thank you.